ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ？次は俺の番だろ。いやー、うん、お前ら下がんのか。まずはお前か。いや、その名前ないやつとこんなリッチな感じでスローモーションになったらダメなのよ。お前はすぐ倒させてもらうよ。悪いけど、え、お前ケンゴ、お前名前あったんだ、ちゃんと。あー、チャージは防がれた。こいつそんなやるやつなのか。あの尾崎ってやつはやりそうだけど、くそ、起き上がりの EX アクション。いやー、でもやっぱな、ちゃんと今作はなんかこう矢神探偵が仇っていうのが描かれてる気がするな。あ、危ない。くそ、まあ1対1だからやっぱこの一戦モードでいいよね。くそ、うお、これ結構戦闘力あんのかな。最近やっとね、ちょっとアクション分かり始めてきたので、ある程度戦えるようになったんだけど、こいつは来たー。まあでも今回ここ連戦かもしんないな。あんまり体力食らわずに行きたいね。防御されるとチャージアクションが出ないんだよな。もちろんこっち戦わね。ケンゴ、そこちょっと嫌だ、狭い。狭いのよそこ。来た。あー、くそ、今出たのにな。やばい、背後取られた。背後取られるとね、ちゃんと食らうんだよな全部。よっしゃー、さあ次はえぐってやろうか、め。あー、出たー。ピンクピックだね、ピンクピック、ピンクの豚。こいつは強い。尾崎浩次郎若頭補佐か。なん、ここで複数戦闘なんで。ちょっとここ蹴る場所が少ないぞ。うおー、やばい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 、尾崎機動力もあるぞこいつ。オッケー、雑魚をちょっとやめてくださいよ。え、それ持ちたいわけじゃないの。ここでもいけるか。消えた、いけたいけた、よいしょ。重量級だなこいつ。もうこういう時やっぱ壁キックだよな基本的には。オッケー、丸。いやー、でもここまでさっきも殴られたけど、うん、仇とはやっぱ人間じゃないな。ただほんとこの様子を見ると、それダメそれダメそれダメなやつ、ダメなやつ、アップねー。よく回避した。とりあえず一人ずつ、倒していこう。耐えてくるも気をつけながら。ちょっとダメな攻撃してんだよな尾崎が。なかなか痛い。オッケー。いや、ほんとね、ちょっと今までの戦闘とは違う緊張感があるんだよな。ちょっと挟まれてる。あー、はめられたとこ、はめられた。よいしょ、一人ずつ一人ずつ。ちょっといいな、ゴミ箱いらん、弱い。痛い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 。あー、あぶねー。いや、ちゃんと強いんだよな、タオリナーじゃなくて。うわ、やばい、回復系持ってなかったな。これ一旦回復しとこう。いや、痛い、やっぱ背後取れたらまずいな。オッケー、これで一戦にして、逃げて逃げて逃げて。よし、これやっとこう。いや、このヒートアクション取っといてよかったわ。 EX アクションか、言い間違えちゃうけどね。一戦にして、あとは冷静にいこう。こっち防御、ここでハンナの箇所出てくるかな。お、それダメなやつよ。あぶねえ。いや、強いよ。マジで強いなこいつ。ここね、あんま飛べないんだよな。よし、来た。あー、くそ、ここだったら飛べる、ここだったら飛べるよ。うわ、ちゃんと避けてきやがる。まあ、ただほんとなんかモグラ事件についてはもう関わってほしくないんだな、ハムラの頭。よし、あと一発。いや、強い。強化もちゃんとしてるんだけどね、外れた。
もうジャンプかけらず行こうか。いやーでデブのプレス技食らっちゃった。オッケー。一旦引いてくれるかな。いやでもまた尾崎と戦うことになりそうだね。ケンゴ、やめとけ。ケンゴ、お前頭に使われてるだけだぞ。10年は刑務所覚悟しろよ、ケンゴ。しっかり狙え、ケンゴ。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目撃ち抜け。男になれや、剣豪。ああ、え、なんだここで。お前逃げるよ、ついてきて。え、ここで海藤さんかと思った、今のカメラワーク。捕まえろ。いや、よかった。でもなんか剣豪の人生が10年失われなくてよかった。いや、もう満身創痍だな。こんばんワイフからボロボロになってるからな、体。ああ、逃げるあるんだ。え、こんなあるんだ。え、これ後ろとか見れないのかな。ああ、見れないのか。とりあえず、うん、あの仮面の男を追えばいいんだね。仮面の男を追いかけてる雰囲気になってるけど、後ろ見えたりしないのかな。まあとりあえず今もう救世主だから助けに行ってもらおうか。はい、すいません。こいつはなんか八神探偵に接触試みようとしてんのかな。なんかもうここで来るってこと、危ない、操作入力ミスった今。ここで来るってことはやっぱりなんか目的があって助けてるんだよね。八神探偵がいることで都合がいいって判断したんだろうな。いや、お前らタイミング良すぎだろ。ちゃんといい、おお、すっげえ猫みたい。こいつ猫か、もしかして。さすがに猫じゃないか。そんな、さすがそんな奇想天外なこと起きないよね。これどうやって合流するんだ。八神探偵が今までに見つけてきた猫じゃないよね。えー、そんなアクションもあんのか。やめろって、肩がいるんだって。あ、これ捕まるやつか。捕まれ捕まれ、よーし。よく乗ってるわ、かっけー。まあ、やたらスケボーがうまい探偵っていうのは俺はもう一人知ってるんだけど、うん、体がちっちゃい子供の、でも頭脳は大人の名探偵を知ってるんだけど、 スケボーが得意な、そのパロディーかな、もしかして。ほんとこういう時カムロ町の地に、オッケー、危ない、どっか行くんだよいつも。うんめー、こんな時があるって知らなかった。お、え、これも、おお、すげえ、これも俺が今操作してる、避けて、うわ、すーごい、めっちゃ滑らかだ。で、で、うん、あ、ミスった、ミスった、あー、終わっちゃった。終わっちゃったな、今の早かったな。で、どっち行けばいいんだ。あの仮面の猫ちゃん、どこ行ったっけ。これなんか、特に指示なくこっちに来てるけど、こっちでいいのかな。あ、いた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 、合流できた、合流できた。勘弁してくれよ。ちょっと頑張ったよ。こいつ味方になってくれんのかな。なんかあくまで、まあ、敵の感じはしなかったけど。あ、松がね、首から逃げる。
その前にお礼はないの？お前は昼に俺のスマホ あれ今日の昼か。でも返したじゃん。今日のことか。なんで取った？なんで返した？あの時はしつこい警官に追われててさ、そしたらあんたが電話してて、それでパッと計画を思いついたわけ。計画？うん。まずスマホを奪うでしょ。するとあんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。まあそういう計画だったんだな。確かに、うん、でそんな感じしたけど、あんたが捕まってる間に僕は逃げる。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ。いや命危なかったよ。お互い結果オーライだったと。普通に命落としかけたよ。なんで俺を助けた？そりゃあれ、なんでだっけな。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ。でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。そうかもな。助かったよ。ならこれでチャラね。ああ、まだ素性は明かしてくれないのかな。なんで窃盗だなんてやってんだ。いい若いもんがもったいない。はあ、そんなに暇なら俺の仕事手伝わない。いや確かに、あのね、能力があれば。ヤクザに狙われるような仕事、冗談でしょ。さっきの奴らは東条会の松金組だ。他に強霊会とも俺は揉めてる。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょ。八神さん。八神さん。お前、俺の名前を。あ、仮面取ったらめっちゃブスとかないよね。声はイケメンだよ。逆に窃盗団に入らないかっていうやつ。あー、ジャプターには早かったね。なんかサブ要素とか全然やらずに来ちゃったな。いやー、チャプター2はなんかハムラの頭の怖さというか、松金組の本気をちょっと見せられたね。まあやっぱりちょっとね、うん、何回か言ってるけど、ちゃんとやっぱ前までの主人公とは違ってか、ナンバリングかの主人公とは違って、うん、やっぱ一人っていうかね、うん、カイトさんいるけどやっぱ一人対松金組ってなるとやっぱちゃんとヤクザって怖いんだね。なんかジャッジエイズのヤクザは怖い気がする、ちゃんとね。はい、じゃあちょっとそうだな、チャプター3はいろいろチャプター2で開始されたサブ要素とか、まあサイドケース、うん、面白いのあったら触れていってもいいのかなと思うので、まあそんな感じで続きまた進めていきたいと思います。松金組若頭羽村恭平はモグラと通じている。その仮説を裏付けるかのように八神は行く手を阻まれる。町中に張り巡らされた羽村の監視網は予想を超えて根深い。孤立無援の八神へわずかに差し伸べられる手だが、夜はまだ明けない。夜はまだ明けないってことは、まだまだ事件は続いていくのか。チャプター3、ピストル強盗。またなんか新たな事件かな。夜はまだ明けない、すごく意味深だね。ああ、その仮面取ってけばいいのに、せっかく記念として。一応ターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。町中しらみつぶしにしろ。仮面のガキ決まってんだろ、あいつもだバカ野郎。
く出た方がいいぞ、海藤さん。今松金組に見つかるとまずい。ああ、なるほど、確かに。出れないか。取り込み中か。いや、恋女房とかの人のね、カジノとかにこもってくれてたらいいけど。事務所に戻るか。事務所も今、そんな安全な状態ではないよな。むしろ、ねえ、松金組に囲まれる可能性だって今大いにあるから。いや、でもあの様子だともう、頭は本気で、ねえ、ターボー、八神探偵と、その周辺のね、協力者を、倒そうとしてるよな。大丈夫かな。また事務所ぐちゃぐちゃになってないかな。あ、とりあえずは大丈夫そうだ。まあ、ちょっと海藤さんと連絡取れないのは心配だけど、いるかな普通に。あー、早速よう、ターボバトってんな。こんな狭い部屋で。八神か、久しぶりだな。お、お前、東か。誰だ。ふん、登場会見、松金組若衆。役職はないけど、名前があるキャラだね。松金組の東。海藤さんが組にいた時、可愛がってたシャテ。あー、海藤さん。まあ、直属の、まあ、部下っていうか、シャテ。なんかちょっと雰囲気も、似てるかもしれないな。まあ、ヤクザってこんなもんか。ヤクザこんなもんか。頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。ああ、あの人は相当モグラに触られたくないらしい。海藤さんも相当ちょっと傷を負ってるな。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないの。仇の出る幕じゃねえんだろ。仇じゃねえな、この人。いう言葉は。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。結構コテンパンにされてるけどね。火じゃねえか。頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろう。頭は芸才すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ、海藤の兄貴。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。そうでしたね。手下連れて帰れや、東。ええ、今日のところはそうします。やっぱあんたに手出すときはこっちも殺す覚悟でいねえと。なら次が楽しみだな。もういい、行け。まあなんか昔の事件のせいでちょっと敵対してんのかな。東か、東じゃねえな。東って言ってたっけ俺。前にも言いませんでしたっけね、疫病神を略して八神です。すぐに手切った方がいいですよ。何うまいこと言ってんの。ちょっと考えてきたのかな。少し見ないうちに悪い顔になったな。うるせえよ。ああ、ちゃんと締めてくれるいい人だ。タボ、東をつけてきてくれねえか。え？俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰かわからなかった。お前の言う通り悪い顔になってた。わかった、行ってくる。大丈夫かな。依頼料。いや、そうだよな、別だよね、これに関しては。そんなのいるわけないだろ。それに羽村の情報も手に入るかもしれないしな。いや、まあちょっと常識的に考えるとこの状況、正直事務所には帰ってこずに、あー、海藤さんと二人で。お、どうした、誰だ。もしもし。海藤だ。いや、こっちの窓から東が歩いてるのが見える。いや、ここでいる。電話。一人だ。中道通りを右に折れてった。中道通りを右だな。わかった、頼んだぜ。そう、2階からさ見てたんだったら、八神さんが出てきた時にちょっと一声あれ
すればいいのにね。わざわざ電話はいいけど、たまにあるけど、そういうのも。家の1階と2階で電話とかあるけど。大丈夫かな、現状めちゃくちゃ危ないからね。それこそマンホールとか入ってね、地下で身を隠した方が良さそうだけど。あ、これは尾行アクションが入るんだな。松金組員と尾行開始。わあ、この子を見ると本当真島さん思い出すね。いつ何時も東じゃなくて東なんだな。なんか東って呼んじゃいそうだわ。まあでも今一人だから上登れそう。あー、これ登れないのかな。いや、ちょっとこの大通りむずいぞ。尾行、この看板の後ろ行けっかな。よし、ここではいっか。まあでも海藤さんがねいた時よりかは、まあ、羽村の頭の手下になったことでどうやら性格とかその雰囲気とかも変わっちゃったのかな。なんだよ。あ、なんか聞こえるね。わかった、すぐに行く。まあなんか確かに情報得られそうではあるよな、羽村の頭の。おい、ちょ、走る尾行は初めてだな。怖え尾行で走るとかあんのかな。てか一人で尾行ってあんまないよな。いやー、急に向きそう、あいつ。ここ行けっかな。おっと、危ねー。まあ一応警戒はしてるよな、そのあいつも。やべ、見失う。ちょっとこのカメラを変えて。いるか、ここ隠れられないのかよ。こっちは、ここまずいか。どうしよう、どうしようみんなこの車の後ろは、あ、行けた。あ、ここに隠れたら進むのか。兄貴、あのこいつらが。なんだてめえ。うせろ。こいつやべえ。行くぞ。なんかかっこいいとこあんな。ありがとうございます、兄貴。お。あいついい兄貴だな。ちょっと見直したわ。何言ってんだこんなとこに。いやでも確かにちょっと怪盗さん雰囲気あるな。羽村の頭に心酔してる部下だったらねえ、力で示しそうだけど。手を出さずとも顔とヤクザって肩書きで片付けるあたり、ちょっと怪盗さんな感じするよね。無駄な喧嘩しないっていうところが。ちょっと待て、これ見られてるか。なんか喧嘩起こりそうだな。おお、手出さないんだ。やっぱちょっといいとこあんのかな、頼れる兄貴分的な。羽村の頭っぽくはないんだよね、何回も言うけど。結構尾行むずいぞこいつ。この辺か。まあちょっとカットしてもいいのかな。なんか特に何もなければ。あー、コンビニ入ってたね。コンビニに入ってったってことはえ、ここちょっと待てよ、見ながら。あ、いいとこあんじゃん。これか、ここかな多分。よしこれはバレてるこれはバレるな。バレる要素しかないな。雰囲気といい、もう顔も出ちゃってるからね。しゃがむという選択しないのか。めちゃくちゃバレるけど。おー、怖えー。もはや下手くそと言ってもいいね、これは。尾行が。さあこっからまた戻って。あ、今マップ開けないんだ。だいぶ神室町の北側の方に来たけど。お、ここで終わりか。
小室町ヒルズ前でゲームコーナーシャルル、え、ケツ持ちの店かな。こんなとこケツ持ってんのか。カイトだ。東は公園前通りのゲーセンに入ってった。心当たりは？ゲーセン？ああ、シャルルって看板が出てる。昔俺が組から任されてた店だ。ああ、やっぱそうなんだ。今はあいつがやってるってことか。ヤクザのやってるゲーセン？実は裏カジノとか。いや、たまにヤバい取引の場所に使ってたがよ。普段はガキでも入れる普通のゲーセンだ。わかった。なら俺も行けるところまで行ってみ。おう、ちょっと待てよ。え？そこまで広い店じゃねえんだ。店入る前に変装してった方がいい。なるほど、変装か。あ、久しぶりの変装だ。まあつっても別に新しいやつないからな。アイテムだったかな。うん、張り込み作業服。いや、これ大丈夫かな、汚れた服。ちょっとお断りされちゃう可能性があるよな。で、張り込みスタイルはほぼ矢上探偵だから、ま、この仕事終わりの作業員みたいな感じで行ってみるか。いったんこれぐらいしかなかったんだよね、正直。今なんかこんなところね、ケツ持ちしてもあんまり利益上がらなそうだけど、ま、カイトさんの後釜を全部やってんだな、東が。いや、もう顔バレてるでしょもうバレバレでしょ今ので。あの、100円飲まれちゃったんですけど。後にしろ、今仕事の話中だ。え、でも。うるせえ、あっち行け。行って。悪かったな。よかったら、うわ、これで遊んでってくれ。ありがとう。なんかこれはあからさまに東がいいやつという演出になってるよね。まあなんか悪い感じには見えないよな現状。話聞いてみるこれもしかして、もしかする、ちょっと。あ、さすがにこれは壊せないか。あー、ゲーム機硬い。ゲーム機は硬いね。両替機とか壊しそうだけどな。まあ清掃してあげたからちょっと聞いてみるか。え、あ、ここじゃないのか。これ入っちゃっていいの？おい何やってんだ。いや、そら怒られるよな。そこは入るな。失礼します。入んなっつったろ、てめえ。なあ、え、バトルか、シャルル店員。そりゃな、奥に八神さんの方がおかしいからな。来た。これ気持ちいいんだよな、一発で終わる。じゃあそしたら、よいしょ。あー、やっぱ肩着とか戦闘楽だ。結構ちゃんと殴ってるね。結構ちゃんと殴ってんだ。妙な野郎が。落としじゃねえ。ヤガミ、てめえ、俺をつけたな。つか、なんて格好してやがる。まあ、そこはそっとしてて。うわ、これホームレス姿の方が面白かったかもな。何のつもりだ。何しに来た。カイトさんがお前を心配しててね。心配だと？自分を慕ってた射程がすっかり別人みたいだってな。悪い顔になったか当たり前だ。俺はな、極道なんだよ。いや、悪ぶってるだけだろ。はあ？さっきお前が子供に見せてた顔、見覚えがあるよ。やっぱり根っこは変わってない。海藤さんを兄貴って呼んでた頃から何もな。なら確かめてみるか。おっと、喧嘩はもういいって。
どうしてもっていうならすぐに出てくよ。腰抜けが相変わらずだ。俺らが最後に会ったのはもう1年前か。海藤さんが破門にされた日。あー確かにそこ気になってるんだよな。お前は泣いてたよな。あ、これ聞けんのかな。お、1年前松金組事務所。ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。ああ、なるほど、そういう事件があったんだ。事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。めちゃくちゃ顔優しいな。海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。お、マジか。てめえら何やってんだ。責任者にけじめつけさせてるとこです、親父。指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。ターボ、なんだお前は。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。1億の小指だろ。落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ笑えるだろターボ。なんか考えがあんのかな。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ、海藤は今日限り破門だ。そんな、海藤の兄貴が。お、親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね。こうするほかねえって。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に。随分手回しがいいな。いやそうだよね。ありがとうございます。なんかもう引けない状況にしてるよな、羽村の頭が。海藤さんは本当に。仕方ねえ、破門だ。今この時、この瞬間から。なるほど、先に破門させるんだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ、何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。タボ、いらねえことすんな。海藤さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤。もうてめえは子分でもなんでもねえ。俺は仇の小指なんざ受け取る気はねえぞ。お、親父。いやそら恨まれるわな。